今回は政治改革への対策をご紹介しようと思います。よろしくお願いします。振り飛車党の方だと政治改革をやられると結構困る方がいらっしゃると思うんですけど、このように指せば振り飛車にすることが可能です。一つ注意点を挙げるとしたら、3八に上がる駒は金を上がってください。銀を上がってしまうと向かい飛車にされて2筋を攻められた際に2八に歩を打たれるような筋が発生するからです。なので金を上がることによって上部からの攻めに強くしています。木村美濃。中盤のポイントとしては、相手の筋改革が動きにくいように6五歩3六歩の2手を指しています。これらを指すことによって相手の筋改革が動ける範囲が限定されています。相手は6五歩が邪魔なのでこの歩を狙ってきますね。こちらは銀を上がってカバーしに行きます。6五の歩がいなくなっては角に働かれてしまうのでこの歩が急所になりますね。ここが急所の局面ですね。振り飛車党の方は攻められた時に受け止めるのではなくて、その相手の攻めを利用してさばきに行くような考え方を持つと非常に勝率が高くなると思います。その考えで言うと、この6四歩と相手が攻めてきたこの一瞬ですね、この局面がさばきのチャンスと言えます。6五の歩を取ってしまうと相手の角の利きに入ってしまうので銀をかわすのが好手となります。2分。飛車をぶつけてきましたが、もちろんこちらは交換しません。急所の取り込みが効いたのでこちらが優勢ですね。相手は4四銀と歩を取ることができません。7一に角が打てるためです。桂香を拾いに行く手が確実となってこちらが必勝形と言えます。1分30秒。振り飛車党の方は左の桂馬をさばく手を常に考えてみてください。次に6五香と打つ手がかなり厳しいですね。見事じゃ。はい、今回は筋改革に対して振り飛車で対応する将棋をご紹介しました。ぜひ実戦で試してみてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いいたします。